カリッサ・シャノンとクリスティーナ・シャノンはアメリカ合衆国の一卵性創生児の女性アダルトモデルである。プレイメイトとして知られている。2008年に雑誌プレイボーイの創設者ヒュー・ヘフナーは新しい彼女3人のうちの2人がシャノン姉妹であると明かした。彼女らは同年10月にプレイボーイマンションを出たブリッジェット、マルク・ワルト、ケンドラ・ウィルキンソンの後釜であった。 もう一人の彼女であるクリスタル・ハリスは、ヘフナーとベッドを共有するナンバーワンの彼女として、ホリー・マディソンの後を継いだ。彼と交際したことで彼女らは、E のリアリティ番組、ガール・ネクスト・ドアへの出演を始めた。初日は240万人が視聴し、番組で最も高い視聴率を叩き出したが、それから5週間後には視聴者は91万人に減った。カリッサは、 ヘフナーの彼女という地位は、ヘフナーとの関係が、より楽しく、ロマンスな方向に向かうものではなく、むしろ番組出演の機会を得るためのものだったと、述べている。2010年1月14日にヘフナーは、姉妹が彼の承認のもと、プレイボーイマンションを出て行ったことを明かした。しかし、彼女らは、ガールネクストドアへの出演を続けた。2009年、 夏号と題された7月8月合併号、プレイボーイでカリッサとクリスティーナはプレイメイトに選出された。姉妹は雑誌で見開き2ページに同時に載った。彼女らは同志に現れた6組目の一覧性、ソーセージだが2つの異なった月のプレイメイトとなったのは彼女らが初である。イギリスの新聞、デイリー・テレグラフによると同志が合併号になったのは プレイボーイ社の利益の重大な損失によるものだった。2010年にソフィア・コッポラの映画サムウェアに早くで出演。映画は第67回ベネツィア国際映画祭で禁止賞を受賞した。2007年1月フロリダ州セントピーターズバーグで過重暴行の容疑で逮捕された。伝えられるところによると二人はハウスパーティーで 他の人との格闘に入った。二人は執行猶予にされて賠償金の支払いを要求された。カリッサは2007年11月に悪行バッテリー充電に関して逮捕された。2010年7月のインタビューでカリッサは俳優サム・ジョーンズ3世との交際を始めたと明かした。また彼とのセックステープを制作したとも述べた。同年8月、カリッサが ハイディ・モンタグとのセックステープを制作し、スペンサー・ブラッドがそのテープの販売を試みようとしていると報道された。カリッサはテープの存在は確認したが、ブラッドがそれを持っているかどうかは疑わしいと述べた。ありがとうございます。